きなりひでチャンネル。どうも、残暑相変わらず厳しいよりですけどもね、今週もいきなりひでチャンネルよろしくお願いします。数百人の方に支えられておりまして、それでもですね、毎日いろいろ投稿していただけるんでなんとか成り立っております。今週もよろしくお願いします。でまず月曜日、夏休みも残りわずかになりましたね。まだまだ、コロナウイルスの関係でどんな秋になるのか先は見えませんですけども、まあ、一応世間を騒がせたね、ニュースの一つに日ハムの中田翔選手がですね、1軍も2軍もですね、そうですね、全試合出場停止ということで、永久にですね、どうもこれはね、もしかすると野球界からね、去らなきゃいけなくなるかもしれないぐらい切羽詰まった。でその時に巨人軍の原監督がですね、どうも日ハムの栗山さんといろいろ話したらしくて、で一気に中田翔選手はですね巨人に入って、でいきなり試合に出ましてね、でホームランまで打ったりなんかして、まあ、引き分けに終わりましたけども、それでびっくりしたのはミスターまで出てきましてね、長嶋さんがで頑張ってくれなんて、激励いたしましてね、あれでいいのかなとかなりの人はそう思ったんじゃないですか。あんなんで済んじゃうわけみたいな、なんか昔の江川投手のですね空白の一日じゃありませんですけども、なんか狐につままれたような感じで、日ハムではもうね永久に謹慎処分みたいなもんで試合に出られないのに、あ何それ、巨人に来ちゃったらもういきなり出られるの。これは昼の街関連さん、千葉の48歳の方ですが、中田翔の去就は意外に早い決着で、早くも巨人のユニフォームで試合に出ていますよね。面倒を見られるのは父親ほどの年齢差があり経験も豊富な原監督か、若い頃にやんちゃ経験のある工藤監督かなと思いましたが、さすがにこの時期に主砲の同一リーグ移籍はできませんでしたよね。でもね、巨人に取られるなら攻撃は最大の防御とばかり、阪神に藤波プラス金銭のウルトラシーで勝負をかけてほしかった。中田の巨人入りで阪神は後半戦がぜん苦しくなってしまいましたねと。はあ、はあ、どう思われますかね。いや私もね、日ハムがですねあれだけの処分をね課しながら、それに対してはこうしましたというね結論がないんですよ。例えば記者会見して中田の暴力事件の内容っていうのはこうこうこういうわけだったとね、で暴力の被害に遭ったのは、何選手と何選手で、これこれこういうわけで中田はねこんな詫びを入れたというような、要するに日ハムの中で中田翔選手と問題になったあのベンチ裏でのねあの暴力沙汰の落とし前というか、言葉は悪いですけども、結論をですねきっちりつけてから巨人の方と話し合って、原監督が男気で中田をこのまんま腐らすのはかわいそうだと、じゃあうちに来いよということでね、巨人にね、入ることになりましたぐらいの、なんでそういうふうな、きちんとしたね、筋目をつけなかったんだろうなという。 YouTube で私見ましたよ、中田の暴力っていうか、だってねベンチの中でね拳でこっち側に座ってるやつをねカッと殴ったりして、立ち上がろうとするとまたカッと殴ったりして、それから胸ぐらつかんでこんなことやったりとか、あれは多分人前ですから結構ね、ベンチの中っていうのは外から見えますから、だから裏だったらねどういう暴力を振るっていたのか分かりませんよね。おかしいと思いませんでしたかその辺。私は極めておかしいと思いましたね。巨人もやりすぎですよあれで、私の大好きな長嶋さんまで連れてきてね、いや中田君よく巨人にしてくれたみたいな、あれはないでしょう、あれはないと思いました。きっちり日本ハムの球団の中で話をつけて折り目を正して、でそれでさてそうは言っても
永田のね、ああいう野球に対する情熱と、それからね、まだ年も若いし力もあるし、そのまま腐らすのはもったいない、どうでしょうか他の球団の方と、そういうふうなのがなんかね筋ではないかと思いました。でこんな川柳来てんですね。げんこつで見事叶えた巨人入り。なんか中田翔選手は随分ね、ひどいっていうか、お山の大将でね、イケイケでオラオラで、で、自分がまあ西山の中で威張ってたわけですよね。で栗山監督も知らないことはなかったと思うんですけど、それに対するね、はっきりした態度っていうか、そういうものを見せなかった、ね、俺フロントが試合に出た永田翔選手を引っ込めろ、ね、それでずっと謹慎処分だと、もう試合には出さないというようなことを言わなかったら、栗山監督はあのまま試合に出してたんですか ね、それも分かんなかった。過去江川清原をはじめドラフトで巨人入りの叶わなかった選手は多数いましたが、げんこつ一発で見事巨人に入ったのは中田翔一人ですそう言われてみるとそうだよね。江川さんだって、でみんな清原さんだってみんな入りたかったわけだよ。もっと昔をたどれば金谷だって、ね、張本さんだって、関根純三さんだって、あ関根さんは別に入りたいと思ってたわけじゃないかもしれないけども、そうやって巨人というね老舗の球団、永久にこう優勝を争うような球団に憧れて野球人生を送ってみたいと思った選手がいろいろね苦労しながらようやく晩年に巨人に入ってったのに、ね、中田は、ね、もう自分の感情爆発でパンチを見舞っただけで巨人が追い来いよと。あれ中島選手とか巨人の一塁手ね、不愉快でしょうね。あんなの連れてきちゃってさ、とどうなんだろうか。それから日ハムの暴力を振るわれていた選手はあれでいなくなっただけですっきりしたんですかね。違うと思いますよ。寄付よりも慰謝料を先に払おうよ。中田選手が読売グループが設立した全国コロナ医療福祉支援基金に300万円寄付したという話、被害選手への慰謝料が先じゃないのと思ってしまいますが、もしかしたら内々に払われているのかもしれません。どうなんでしょうかね。胸元をえぐり起こるか確かめよう。暴力事件を反省しているというそういう話をする中田翔選手、胸元に相手ピッチャーから投げられても本当に怒らないんでしょうか。じゃあ相手ピッチャーに胸元頭の吹きガッと投げられても怒らないんだろうか、どうでしょうかね。それから好意的な川柳としてはこんなのが来てます。千葉の62歳のチャチャさん。似合うじゃん金髪よりも黒髪が。ジャイアンツ入団し中田翔、私は金髪よりも黒髪がよく似合うと思いましたという、単純ですねあなたも ね。私結論としてはね、まあ、ちょっと嫌味な川柳ではありますけども、巨人ファンにとってはね、千葉の野木恒三治さんがダボハゼが美談のごとく賞を取った、ね、何でも欲しがる巨人軍ですから、中田翔を取って、ファースト守らして、あるいは代打でもいいですよ、あれだけ戦力になるわけですから。阪神はビビったでしょうね。さあこれからどうなるんでしょうか。ペダントレスというか、9月もですねオリンピックパラリンピックが終わっていよいよ野球のね一番盛り上がるシーズン、なんとかコロナは避けて、面白い試合を展開してほしいですよね。ということで、はい、いきなりヒデチャンネル、今日はこの辺で失礼しますが、浮かんだらこちらへ、川柳何でも結構です。それから勝手に珍名辞典こちらへ、いろんなご意見全部こちらへ、それからいいねを一つよろしくお願いします。今週も頑張ります。いきなりヒデチャンネル、今日はこの辺でお開き、また明日。